夫婦ワルダのゆうきとはい、今回なんですけども、はい、なんと後ろの階にありがとうございます、はい、います、一応います、はい、さんすいません、僕は顔出しができない人間なんで、はい、ありがてぇありがてぇガヤだけの質問ということでありがてぇいつもシャイ投げ投げてみんなごめんね今後は僕もどんどん参戦してくるのやったー俺シャイ投げすぎてごめんねよろしくお願いします、はい、お願いします、はい、こんな感じで今回はボールメンオリパを繁盛さんのところで10口また買ってきましたこりねえぜあみんな見たくないだろうよおうおうそうだろうよただな俺たちはなもう当てるって決めちゃった以上はやるしかないんだっていうあざっまだ当たりを引いたことがないってことですよね、まあ、そう1回だけ、うん、一番初めのショートでね1回だけ、うん、プテラブイ、うん、マスターボールを当てたんだけどももうすでになんかちょっと怪しいの聞いちゃったっぽいこれ普通の多分俺あのボールじゃないと思う春菜喜ぶかもしれないせーのおいこのプテラ V じわじわ値段上がってるの知ってる、うん、それ以来ずっとハイパーボールでビューッと泣いてるからそろそろハイパーボールより上は欲しいよね欲しいね欲しいハイパーボールあハイパーボールじゃないかスーパーボールかずっとスーパーボールでそうスーパーボールそうだねスーパーボールハイパーボールは1回まで飲まない、はい、今回特別仕様でしたよね確かあそう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 なんかあの愛の戦士さんとコラボしてるあのその画像はこの感じブンブンブンなんかたまたま特別仕様を購入できたというかね、はい、しかも1000円に戻ってたあざっこれね前回は1500円だったでしょ今回は1000円だから僕1000円しか買ったことなかったんで上がったんですね上がってたんですよ1回ね、うん、で当たりもね変わんなかったしねそう変わんなかったっていう上がって、うん、安定の3分の1設定だったそうそうそうそんな感じで10口やっていきたいと思います、はい、行っていきます真の勝者はただ一人行くぞ今日こそ来るかじゃあまず僕から OK 頼むぜ俺あ期待したいですね頼むぜ俺まずはどうだろうちょっとスリーブ入ってるんですね俺が見えちゃう俺が見えちゃう俺が見えちゃうあ来たかこれは外れのノーマルというかモーサーキッチーあざまだ1000円で最低保証だったら全然ありですよねそうですね今最低保証の値段が600円ほどに上がっているのであざ全然ありないような気がしますいいコメントありがとう素晴らしいこの真面目コメントしか言えないんだ真面目ありがてえありがてえ赤ですせーのそれあざ正義じゃないからで最低保証オリパス正獣の一人大丈夫 D レギじゃないからな D レギじゃないけど600円の価値あるそう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 いきますまずここからうわキッチンこれはキッチンあざスピードランクイあきついねオリパステージこれまだ D レギじゃないんでまあ全然大丈夫ですはいいくよ今後待ってなんだこりゃ俺の五感が危険だと言っているぜ待て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 愛の戦士だけど私見えてないからね俺はもう見えてんだけど 見るなえこれガチの当たりかもしれないえ待ってまあでもまあ当たりは当たりだな本当当たりは当たりだな当たりは当たりだななるほどねってやつまあそうなるよねあなるよね当たりは〇〇〇って書いてあったねどうにかいい謎は全て解けたぞなるほどねっていう感じでまあそれだよなっていうなんかある意味で視聴者を裏切るような裏切ってないようなって期待させやがってまあでもそうなるよねっていうさそうだね、まあ、みんなね動画見てるだろうからそうなるよねって感じになるよねいやー赤しか出ねえな頼むからあーまた赤かよあざっすびっくりきついねあざっすそろそろあ青も見たいわ青見たいわあざっすなんかポップコーンみたいな名前のやつだ
ポットとデッドとトーンみたいな。あ、そうだ、そうそうだ。はい、行きます、うん、頼むよ、頼むよ。あー、キッチンがあざっジョイーン。なんかきちえんね、こいつ。なんかきちえん。なんかしら来てほしいですよね。来てほしい。来てほしい。お願い、はるな、頼むよ。赤でーす。もうサボーで。さあ、いいちゃん。爆風、かっこいいけどね。君じゃないんだ。ラストいきます。あざす。ラストいきます。もうラストだよ。はえ、はえ。頼むよ、頼むよ。おい。ヒドラン V。 やば、キチー、キチー、ラストお願い。あ、どうだ、ラスト、はいはい、来い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 、うわー、キー君か、あざ、おでん V スターさん、きつー。だって3分の1設定どこ行った、これなくなった、うん、なくなったね、なくなった、なくなった。繁盛さんのボールメンオリパはね、だいたいね3分の1って確率だったはずなんだけど、うん、なかったね。俺今日全部真っ赤だよ。でも今日見せ場ちゃんと作ったよ、ほら、アイノス選手さん、これ一生変えないかもしれない、うん、そうだね、あざっ、取ったか、綺麗が増えるわ。キッチー、キチかったね。こんな感じか。でもレギ落ちしてるエサルなかったんじゃない？ないですね。うん、なかったなかった。でことは半分は帰ってくる。あざ。一回よし。よくはない。よくはない。まあでもね、まあこんなもんだから、オリパは半分帰ってきたら。ありでしょ、ありよ、ね、半分返ってこない場合も全然あるんでね。そうよ、ね、そう、1枚で SR2 枚とか、確かに確かに。なんでオリパはみんなほどほどにね、マジで本当にあのきちくなるから。あ、でもね、こうやってね、まあ、これでも500円じゃないんだ、これ今高いですね、800円で900円で値上がっているわね。まずいの開いたところでしか買えないから。そうだね。はい、こんな感じで、こんな感じで終わりたいと思います。ちょっとムキムキなの気になる。はい、この動画があの悲惨だと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。僕たちは年内1万人を目指しているんで、はい、どうか力を分けてくれ。それじゃあまた。バイバーイ。